大腸内視鏡検査事前説明。項目、検査前日、検査当日。検査前日、食事、水分、薬について。食事、水分、通常通りの食事で問題ありません。ただし、脂っこいもの、繊維の多いもの、種のあるものは避けてください。検査食もございます。ご活用ください。夕食は午後7時まで、それ以降は検査終了まで絶食です。水分は水かお茶で、制限はありません。薬、常用している薬はいつも通り服用してください。午後8時にピコスルファートナトリウム1本を水 150ml に混ぜて飲んでください。検査当日、絶食と水分、下剤、注意事項、鎮静剤。絶食と水分、朝から絶食です。水分は前日と同様に水かお茶で、制限はありません。下剤、午前7時にモビレップを服用してください。下剤服用後、便の症状が透明水溶便になれば検査可能です。顔が青ざめる、顔がむくむ、息苦しい、めまい、じんましん、お腹が痛い、吐くなどの症状が出たら、下剤の服用をやめ、当院に連絡してください。モビレップの作り方や飲み方は動画下の概要に記載してあります。注意事項、血圧、心臓、ステロイド、喘息、抗てんかん薬は検査の2時間前までに服用してください。不安な方は事前にご相談ください。糖尿病の薬は使用を控えてください。排便が落ち着いてから来院してください。万が一遅れそうな時はご連絡ください。なるべくゆったりとした服装で来院してください。着替えやすい格好で、下着、装飾品、金属類は外していただきます。鎮静剤、メリット、緊張を和らげ、安全に苦痛のない検査を行います。デメリット、ごく稀にアレルギー反応、呼吸抑制、血圧低下、転倒などが起こる可能性があります。鎮静剤を使用された方は、検査後1時間ほど休んでいただきます。鎮静剤の使用を希望される方は、当日車の運転ができません。車での来院はおやめください。検査当日は付き添いの方との来院をお勧めします。検査当日、体調が悪い場合は検査日の変更をお勧めします。これで大腸内視鏡検査事前説明は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。